エスパルスが大変なのに、あいつら二人で何してんだ。ねえ、私変な夢を見たの。って、どんな夢？それがね、夢で未来が見えたの。え、予知夢じゃん。どんな未来？それがエスパルスの未来らしくて。ほっ。監督が牧野富太郎だったわ。おい、植物学者やんけ。それでフォワードに佐藤輝明がいたわ。おいおい、阪神の選手だろ。どんな予知夢やねん。ただの夢だよ。なんかパラレルワールドに迷い込んでたみたいなの。よく帰ってこれたな。大変だったわ。目が覚めただけだよ。エスパルスが好き。エスパの明日はどっちだ？清水。はい。浦和。前半33分、清水が先制した。左サイドを岸本からコロリにつなぎ、コロリが切り込んで中央の北川へ。そして北川がミドルシュート。ゴールを巻くようにして右上に決まった。ビューティフルゴール。北川は言った。コロリ選手が良い形でボールを運んでくれて、ディフェンスを引きつけてくれた。清水リードで折り返す。しかし後半に入ってリズムが崩れた。サイドバック岸本に変えてセンターバック高橋、ボランチの廊下に変えて白崎、鳴岡はこう言っていた。僕とこう、くんと高志くんとでボールに絡みながらと思っていました。後ろで触る機会が多かったので、もう一つ二つ前で、もっと前で良さが出せるようにしていって。結局これらの交代でディフェンスが混乱したのだ。たちまち同点とされた。センターバックが3人となり、鳴岡が抜けたのも影響したのか。合戦一行となったが、ここでキーパー大久保が味方と接触して応急処置。その間にディフェンスが話し合い修正していた。また乾が宮本に高いレベルを要求する場面もあった。しかし試合はそのまま終了。1対1引き分け。清水はグループステージ敗退となった。北川は言った。追加点を取るということを含めて隙を見せてはいけない。秋葉監督は言った。後半の入りのところで僕自身が躊躇し迷った。それがゲームの結果に直結してしまった。しかし ACL チャンピオンの浦和にひるむことなく堂々と素晴らしいプレーを見せてくれた。負けてはいない。我々は J1 でやらなければいけないクラブなのだ。前半は浦和を圧倒していましたね。後半の立ち上がりだけが悔やまれるっちゃ。来週から5連戦があります。運命の5連戦です。気持ちを切り替えて戦いましょう。じゃあ次は6月25日のリーグ戦、運河戦。アウェー、勝たせて神様。その願い叶えましょう。だっちゃ